敷地。冬の厳しさにじっと耐えてきた草花も新しい芽を出し、早春の息吹が感じられる季節になってきました。本日は真岡市長井田雄一様をはじめ、市議会並びに関係各位のご来賓の皆様、保護者の皆様のご臨席を賜り、平成22年度の日誌式を迎えることができました。心から御礼申し上げます。ありがとうございます。日誌式を迎えられた100名の2年生の皆さん、おめでとうございます。14歳の節目にあたり、これまで歩んできた自分の人生を振り返って自分を見つめ直すことはとても大切なことです。今日はこれからの生き方や将来の夢などの志を立て、未来の自分を作り上げていこうと、その達成に向けて出発する日です。夢の実現に向けて、さまざまな困難を乗り越えて力強く歩んでいってほしいと思います。また職場体験活動等で学んだことを生かし、学校や家庭や社会の中で人間関係を大切にし、感謝の心を持ち、社会に役立つ人間として成長することを期待しています。さて、世の中とても便利になったと思います。炊事、洗濯、勉強や仕事まで、時にボタン一つで体をあまり動かさずとも楽して生活できます。しかし一度楽な生活に慣れてしまうと、なかなか元の生活に戻ることは辛くて厳しいもの。楽な方が楽しいし疲れないから。だから体を動かすこと、苦労すること、さらには自分で考えて工夫することが億劫になってきます。それは苦しいし、エネルギーを使う、そしてとても疲れる。こう考えると、私たちは便利さを機会に、人間として一番大切な考える力、工夫する力をなくしていくような気がします。心も体も大きく成長している皆さんの年齢では、どんなことにも対応できる柔軟さももともと持ち合わせています。柔軟さというのは自分で考えることそのものだと私は思います。そしてこの柔軟さは、喜びや悲しみ、時には悩み、苦しみ、そういうことをたくさん経験することで輝きを増してくるのではないでしょうか。えてして私たちは苦しいことや辛いことから逃げて楽しようと思いがちです。しかし楽することで考えることや工夫することを避けていくばかりだと、柔軟さが失われ、視野が狭くなり、多様なものの見方ができなくなっていってしまうでしょう。ぜひ皆さんには、便利さをうまく活用しながら、体と頭をフルに活動させて、一つのものの見方に凝り固まらず、違った角度から多面的に物事を見つめることができる人になってほしいと思います。さて、保護者の皆様に申し上げます。お子様の立志式、誠におめでとうございます。お子様たち一人一人は、さまざまな体験を通して一歩一歩前進し、自分を築きつつあります。これからもお子様のより良い成長のため、話し合いをしたり、時には壁になったりしながら、真正面から接し、育ててくださいますようお願いいたします。最後に、僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる、これは高村光太郎の詩の一節ですが、自分の可能性を信じて精一杯の努力をし、与えられた機会は絶好のチャンスだと思って粘り強く取り組むことが、未来を切り開く近道ではないかと私は思います。希望と勇気を持って、
柔軟なものの見方で自分の道を切り開く努力をしてください。立志を迎えた2年生の皆さんの活躍を期待して校長の式辞といたします。平成23年2月4日真岡市立真岡西中学校長小田君、生徒職員起立。